それでは最後ビッグラポンに挑戦します。1、2、3、4、5。まあね、しょうがない。1回目はね。いきます。1、2、3、4、5。あ、また？いや、2回連続はないよね。お、来た、来た。来ました。あれじゃない。シールじゃない。ほら。なんかお寿司が見える。ちょっと開けてみます。来た、ついに来たよ。中はカニです。で、この鮮度くんがこのピカチュウバージョンになってる。鮮度くんのキャップがピカチュウバージョンに。これがカニ、サーモン、フグでスペシャルレア。なんだろうな、500個に1個しか当たらない。いやー、ついに来たカニ。お寿司になってる。で、ピカチュウの顔に、顔にもちゃんとなってる。透明でちょっと分かりにくいけど。いやー、ついに来たな。今までテープしか来なかったけど、よかった。よし、これで帰れる。それではおやすみなさい。